こうはダメだけど、絶対成長してるはずだから。ダッシュ、やはり効くかも。何本か100メートルダッシュした後、最後の方は頭が空っぽになる感覚。その後、落ち込みにくい時間があります。頑張るとかじゃないけど、楽しんだ方がいいよ。例えば、ダッシュして、毎回ダッシュしてるだけだとやっぱつまんなくなってくるから、タイムを測った方がいいよ。この電柱からこの電柱まで何秒でいけるんだろう。とかね。それを3本目まで何秒でいける、4本目までは何秒でいけるって全部自分で記録して、やっていくごとにタイムが速くなったり、例えば、その電柱までを何歩でいけるかとかね。個数を少なくしていくとか、そしたらパワーとかスピードが両面で鍛えていけたりするから、成長を感じることだね。ああ、俺やった分だけ成長してるって感じると、あ、俺可能性あるんじゃんって分かってくるから。うん。だから運動とかさ、ゲームとかもそうだし、勉強もそうだけど、なんでそれやったらいいかって言ったら、人間ってさ、やっぱり脳にいろんな情報とか詰め込んだりとか経験を詰め込むことによって世の中にあることを幅広く遂行できるようになる能力が身につくわけよ。スポーツやってるとさ、それが如実に理解できるから体を鍛えるってことで、人間の体ってやればやるほど強くなっていくから、それをさ、まず一回さ、誰も見てない夜中の道路でも何でもいいからさ、自分の成長を毎日ちょっとずつ感じるとか、なんかそういう時間と思って楽しんでみたら、なんか感じられるようになったら、俺ってマジでこれしか努力してないけど、毎日ちょっとずつ成長してんじゃん。そしたらこれをこの分野に向けてみたらどうだろうって、例えばお仕事に向けて頑張ってみる。もしくは友達とのコミュニケーションに向けて頑張ってみるとか、いろんな向きにそれを向けて頑張ってみる。で、今日はダメだけど、絶対成長してるはずだからっていうことをやっぱり本人が理解してるっていうのは、頑張ったら成長できるってことを、そういうトレーニングでほんのちょっとでも気が休まるならやった方がいいんじゃないかなって思います。運動を始めたくてウォーキングからと思いながら、人だとどうしてもスタートできないです。一人でも続けられるモチベーションの保ち方を教えてください。毎日とかやらないことじゃない？週に1回10分からスタートしてみたら？それもできないようだったら、あなたには運動は向いてないんで、好きじゃないんだと思うし、役立つものだってお考えがないんだろうから、無理にやんないでいいと思います。週に1回10分できたら、週に2回10分、ほんの少しずつ増やしていくっていう風に頑張ってみて。いきなり1時間とかやると絶対途中でやめるから、ハードル上げないことだね。